サラリーマンの転職と起業時智政 A 社に入社技術者として私は昭和26年に大学を卒業した当時は終戦後の財閥解体時で日本の産業界は混沌として各企業が 何をやっていけばよいか分からず迷っていた時代であった大変な就職難であったが幸い私は上場会社 A 社に就職することができたこの A 社に21年在職したわけだがこの会社でどのような仕事をして経過したか簡単に説明したいこれは、 私がその後 A 社を辞めた後の人生仕事にいろいろ関わってくるからである同期入社は機械2名電気2名の4名の技術職採用であった研修期間後他の3名は技術部に配属になり私1人だけ生産技術部に配属された。 仕事内容は生産用のジグ、工具プレス型の設計と A 社は戦後航空会社の解体により放出された機械を多数購入していたのでその修理整備をやらされた下請け会社に修理完成させた機械を検査する仕事である自工具プレス型の設計は 約2年半にわたり先輩と2人で忙しくやっていた毎日毎日図面を描くのであるだが自工具にしてもプレス型にしても工場内部の加工に使用する用具なので代わり映えがしなかった初めのうちは仕事を覚えていくのが面白かったがだんだん慣れるにしたがって いつも同じような設計でつまらなくなった少しずつは変わっているが一生懸命やっても進歩がないように感じられた自分は機械技術者として技術部に配属されることを期待していたのに希望しない部署に配属されてしまった時工具プレス型の設計だけを毎日やらされたのでは 同期に入社した人たちに遅れを取ってしまうような気がして焦りを覚えた技術部に拝点してもらうよう部長に嘆願したが会社で決められた人事だから我慢しろというだけで聞き入れられなかったので会社に辞表を出したそれで初めて自分の希望が入れられて3年目に技術部に拝点された 自分のわがままで組織を無視して押し通したことは今考えると申し訳なかったと思う私が抜けた後は誰かが入って自分と同じ思いで仕事をすることになるわけだだがその時点ではどうしても我慢できなかったそのような経過で技術部に移ったため 技術部でもあまり歓迎されずこの会社のメインの仕事は与えられなかったメインから外れたような仕事ばかりやらされた雑用とか特殊な製品単独で初めから終わりまでやる小さな仕事が多かったそのため調査資料集め設計完成後の取説の作成 客先に対する説明まで自分一人でやらなければならなかっただがこれらの経験が独立後何の設計をするのにも非常に役に立った途中まだ創立間もない防衛庁より米軍のマニュアルだけを頼りに米軍使用機器の類似品を作るよう注文が来たこの仕事は大がかりなもので 使用から完成まで約一年半かかったがいろいろな部品が付属していたので計画設計とともにこれらの調達業務も含め先輩の指導のもとに仕事をして完成することができたこれで小さいながらも自信がついたその後もいろいろな仕事をしたが今考えると いつも一品料理のような仕事をやらされていた。新しい仕事は実績が乏しいので失敗することが多い。しかし失敗を解決して成功させた時の喜びは、設計技術者妙理に尽きる。だから技術者は苦しくても面白くてやめられない。 ようやくメインの仕事の仲間に入れてもらったのは技術部に入って5年目であっただがやっとやりたい仕事がやれるようになったのもつかの間でその3年後には突然製造部に配転され組み立て課長となった約10年も技術部にいて設計だけをやっていた人間が工場に配転された。 部下も70から80名である。自分より年上の人が半分以上でありしかも組合の幹部も数名入っていて自分でその人たちをまとめてやっていける自信がなく何をやってよいのか皆目分からなかった初めて朝礼をやった時は何をしゃべってよいのか足が震えた。 しかし2年間毎日朝礼を行った結果人の前で話すのが平気になり上手くなった後年台湾で組織販売をやった時何百人を前に話すことができたのもこの時の経験のおかげと思っているこの部署には2年間いたが自分の人生の中で一番働きがいがありまた 勉強にになっったた時期だったように思う思人の使い方人間のやる気を起こさせる管理仕事の進め方納期管理外注管理など毎日毎日仕事に追われながらいろいろなことを身につけることができたこの部署で2年目に生産5割アップを達成することができた。 この製造部組み立て課という現場での仕事が独立後非常に役に立ったものを作る機会がたびたびあったがこの時の経験で何も怖いこともなく大した失敗をすることなくうまくやることができたその後再び技術部に戻り課長をやった昭和40年には 初の海外出張も経験した A 社とフランスの会社との間である機械の技術提携の話があり私は部長のカバン持ちということでフランスに同行したのであるまだ海外に行くのが珍しい時代で外貨持ち出しは1000ドルまでの制限であったが私はみんなから頂い,いた選別まで入れても 持ち出した金は600ドルくらい。それで世界一周をしたので貧乏旅行だった1回の食事は5ドル以内と決めもっぱら飛行機の機内食を主体とした腹をすかした旅行であったが貴重な経験をさせてもらったその頃は南回りの航路しかなかったので香港バンコクカルカッタカラチ カイロローマパリロンドンニューヨークシカゴサンフランシスコハワイと地球を一周してきた途中カルカッタロンドンシカゴでは1日仕事を行いパリに10日滞在して技術提携の指導を受けたこの時驚いたことはもうその頃ヨーロッパでは 週休2日制だっったたことであった日本では残業50時間から100時間が当たり前で働いていたので不思議に思い羨ましかったまた週休2日のおかげで休日は観光ができたのは幸いだったその折米国でたまたまニューヨークの世界博に当たり一日見学したが その時会場を横切っているハイウェイを見てそのあまりの車の多さに驚いた日本もいつこのような車社会の国になるのかと感じさせられたのが今も印象に残っているまたこの時初めて世界の国々の展示を見て欧米に比べて日本の国の貧しさを つくづくづ感じさせられたそれとともに日本も頑張って豊かな国にならなければいけないと思った昭和40年から2年間は技術部の課長と研究所の室長を兼務した研究室の方は政府の補助金をもらって研究をしていた。 私は大した仕事ができる人間ではないが真面目に働いてきておかげで17年目に一つの部門の検査部長になり2年間勤めたこの間品質検査の仕事を勉強させられたこの勉強は後年いろいろのクレーム発生に遭遇しても慌てることなく 解決するのに役立った。そして19年目に技術部長になりその2年後に A 社を退職したこれが私の A 社に在籍中の主な仕事と経過で普通のサラリーマンとしては順調すぎるくらいの昇進と考えられる。 退職時の年齢は44歳。昭和47年であったので高度成長時代の中間で企業はどこも傍聴期失業や転職など考えられ